アリアです。ユナです。メイラです。リコです。ヒメカです。ピンクナテディーピー始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画は運動会です。イエーイ。運動会は個人戦なんですけど、まず種目は結構玉入れ、三輪車レース、パン食い競争です。そしてポイント制でやっていくんですけど、全部のポイントの4位5位は罰ゲームとして激辛料理を食べてもらいます。いや、なので激辛をね、食べないように今から運動会を頑張っていきたいと思います。はい、はい、それではどうぞ。開会の言葉、おはようございます。おはようございます。最近雨の日が続いてたんですけど、今日は見事に晴れて良かったです。これをみんなが日頃の行いがいいからだと思います。久しぶりに5人で外の撮影なので、今日は思いっきり楽しんで日頃の鬱憤も晴らしていい運動会にしましょう。はい、では運動会頑張ってください。はい、頑張ります。でやってもらいます。はい、いきます。よーい、スタート。次はパン食い競争をします。それではどうぞ。
怖くて走れない。よーい、スタート。早っ。キメカ。やったー。ゆかちゃんなの。早っ。2位が7秒99のレラ。早っ。早っ。早っ。で、3位が8秒87のエコ。で、4位が9秒84のユナ。うっしゃ。11秒26のアリア。激辛が好きなのかな。じゃあ三輪車レースやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。よーい、スタート。よは10秒26のレラ。おお。次2位が 14.88 秒のヒメカ。やったー。やばってこれ抜かれた。で次3位が 15.22 のエコ。おお。エコ。次が4位が 29.13 秒のアリア。で、5位が1分24秒のユナ。そんな1分24秒最下位の2人が激辛料理になります。1位から発表します。はい。第1位はでん、キメカとレイラ。え、同率同率1位。おお、やったー。
位がエコ、ほぼ3位、4位がアリアとユナ、同率ステージ聞きして、聞きからは、2人だから、2人だ、ユナかわいそう、やるの思ってないです絶対絶対では、閉会式の言葉、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。普段の撮影では見れない新しい一面がこの運動会で見れて、私自身とっても楽しかったです。仲間のことをより深く知れたと思うんで、これからのインタラクティビをもっともっといいものにしていけるかなと思ってます。今日は本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。激辛を食べる心境はどうですか？特に何ノーコメント。わかりました。頑張ってください、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。